私が山本さんに初めて会ったのはスベルドロフスクにある収容所ラーゲリーでした。これはね、戦後の混乱の中起こった不幸な出来事に過ぎません。ここには意味をなく捕まってる奴らがたくさんいます。だからね、松田さん、生きるのをやめないでください。なんで生き続けなくちゃいけねえんだ。こんなとこで生き続けるよ、俺にはもう何もない。何もなくても、それでもそこには絶対希望があるんです。はい。このままでは命に関わるかもしれません。こんなところでくたばるわけにはいかない。妻と約束したんですよ、必ず帰るって。また消しちゃいけない。あの人は必ず帰ってきます、約束したんです。山本旗を知りませんか。ナストリガードのトレーバーにプレベジーと山本分かって。ここで諦めたら俺が許さねえからな、山本。生きてるだけじゃダメなんだ。ただ生きてるだけじゃ、山本さんのように生きるんだ。あなた、あなたに会いたい。ラーゲリより愛を込めて。